環境教育教務係から履修に関する説明をしますはじめに学生ポータルについて説明いたします学生ポータルでは自分専用のページにログインすることで履修登録を行ったり授業の休校・歩行情報を確認したりすることができます スライド右のの画画像が学生ポータルのログイイン画面です。スライド右上に記載の URL からログイン画面にアクセスすることができ赤い丸印部分に自分のユーザー ID とパスワードを入力してログインしてください九州大学ホームページで学生ポータルシステムと検索してもログイン画面にたどり着くことができますユーザー ID は自分の SSOKID、OK、を入力し パスワードは、自分で設定ししたものを入力してください。スライド左の画像がログイン後のトップページ画面となります大学からのお知らせや講義のお知らせなどがトップページに表示されるようになっていますまた画面上部の「シラバスと書かれているメニューから授業のシラバスを検索することもできます先ほど 自分の SSOKID、OK、でログインすると説明しましたが、自分の SSOKID、OK、がわからない人は、九州大学 SSO ポータルのホームページを確認してください。九州大学ホームページ上で SSO ポータルと検索し、検索結果の一番上に出てくるページの学生・教職員向け情報を参照してください。 SSOKID、OK、や学生基本メールのことでわからないことがあれば、中央図書館4階に IQB サポートデスクという情報関係の相談窓口がありますので、お問い合わせください。授業の休校、歩行等を確認することができる学生ポータルシステムでは、自分に関連のある時間割りのみ、 つまり、履修登録をしている科目の情報のみを表示する状態が初期設定となっているため、履修登録の情報が反映されていない第1、2週目においては、休校等の情報が表示されない設定になっています。この期間においては、スライドの右側に、記載の方法で、すべての休行情報等を表示させるように設定して、情報の見落としの内容を注意してください。 学生ポータルログイン後の画面の「講義のお知らせ内のすべてを見る」をクリックするとスライド右下の画像の画面に切り替わります。掲示条件の自分に関連のある時間割のみを「表示する」のチェックを外して検索してください。これですべての講義の休校・歩行情報を検索することができます。 履修登録に関する注意ですがまず、履修登録はウェブ上で登録すること登録には期間があることを必ず覚えておいてください学生ポータルトップページ上部メニューの「履修・成績」を選択すれば履修登録および成績紹介画面へたどり着くことができます時間割を作成するにあたって 授業の情報を調べることが必要となりますが、授業の情報は、履修要項や Web バスで確認します。時間割と合わせて、随時、履修要項やシラバスで授業内容を確認し、受講する講義を決めていきます。シラバスには、授業概要到達目標、授業計画、テキスト、参考書、成績評価方法、 学習相談の方法などが掲載されます必ず授業前に確認してから授業に臨みましょうチラバスは学生ポータルシステムで閲覧できますのでガイダンス終了後各自で確認してください時間割だけを見るのではなく何を学びたいかを自分でよく考えながら時間割を組んでいきましょう シラバス以外の情報入手方法について説明します大学からの各種お知らせや休校、歩行、臨時の教室変更などの情報は原則として学生ポータルにより行われます大学から発行されたメールアドレス宛てに情報が届きますので日頃から学生基本メールを確認できるように転送設定をしておいてください大学では 通知の見落としのために不利益があったとしても学生自身の責任となります次に具体的な履修の方法について説明していきます授業の開校パターンについて説明します平成29年度より本学ではクオーター制に移行しました 基幹教育科目には、学年を4つの授業期間に区分し、8週で完結する授業を行う科目があります。これをクーター科目と言います。クーター科目の授業期間は、春学期、夏学期、秋学期、冬学期と表します。また、学年を2つの授業期間に区分し、15週で完結する授業を行う科目をセメスター科目と言います。 セメスター科目の授業期間は、前期・後期と表します。履修登録では、コーター科目の履修登録の仕方に注意してください。履修登録は半年ごとに行います。このため、6月から授業が始まる夏学期開講科目は、春学期開講科目と同じく、4月に履修登録を行わなければなりません。 また12月から授業が始まる冬学期開講科目は秋学期開講科目と同じく10月に履修登録を行わなければなりません間違えやすいので注意してくださいなお履修中止期間はそれぞれに設定しています希望者が多いために受講が不許可となった場合は決められた期間に必ず自分で登録を削除してください 不許可となった科目をそのまま登録しておくと、成績は F、不合格となります。受講許可者はキャンパスメイトで発表されます。成績は、春・夏学期開講科目は前期末に、秋・冬学期開講科目は後期末に発表します。次に、未習得単位の確認について説明します。 時間割を作成する際は自分がどの科目を何単位履修する必要があるか把握することが大切です成績確認は学生ポータル上部メニューの履修成績から確認することができます成績紹介画面で自分の習得した単位と履修要項の履修採目一覧を見比べて卒業または進級要件で科目群ごとに必要な単位の中で 自分が取れていない単位を把握するようにしてください次に授業時間割を見ましょう時間割は両面なり表には前期と春夏学期の科目が記載されており裏には後期と秋冬学期の科目が記載されていますコーター科目は時間割に 春夏秋冬いずれかの授業期間が記載されています何も記載のないものはセメスター科目ですこの時間割はクラスが左端に書いてあります自分のクラスを横一列に見ていきそこに書いてある科目は履修することができる科目という見方をします自分のクラスを基本に時間割を組むのが考えやすいと思いますただし 再履修の場合は、先行教育科目と時間が重なることがあるため、他のクラス向けに開講されている科目も、授業担当教員の許可を受けて履修することができます。基幹教育科目には、科目によって履修上注意しなければならない事項があります。科目ごとの履修上の注意事項は、 履修要項のの教育科目開講一覧備考欄に記載されています例えば A という科目を履修した場合は別の科目は履修できないとかこの科目を習得していなければ B という科目は履修できない等の条件も記載されていますので確認してください次に選択系科目の受講制限について説明します 科目によっては教室定員や設備等のため受講を制限することがあります特に受講制限が予想される科目として文系ディシプリン科目理系ディシプリン科目の教養系リメディアル系の一部総合科目などがありますこれらの科目については授業開始前に履修希望抽選登録を受け付けます受付期間や申請方法は 追ってて学生ポータルにてお知らせします受講が許可されたかどうかの結果は学生ポータルで発表されます。なお当該科目が必修科目になっている学部学科の学生は優先して許可されます。受講が許可されなかった場合に備えて第2第3の候補を考えておいてください。各科目の空き状況は学生ポータルでお知らせします。 受講許可されなかった科目は、最終確認期間までに履修登録を削除するようにしてください。削除せずそのままにした場合は、F、不合格の評価になり、GPH に反映されます。続いて、履修登録の方法について説明します。 履修登録を行うための画面には、学生ポータルシステムキャンパスメイトトップページ上部メニューの履修成績メニューからアクセスできます学生ポータルシステムを利用するためには初めにもお伝えしましたが各自 SSOKID、OK、とパスワードが必要になります不正アクセスの防止のため ID とパスワードの管理は厳重に行ってください科目の選択にあたっては 原則、授業時間割で自分のクラスに割り当てられた科目を履修することになりますが、再履修の場合は、専攻教育科目の履修にかぶらないよう、自分のクラス以外に割り当てられている科目も履修できます。履修登録の際は、曜日、次元、科目名、担当教員名をよく時間割で確認し、登録ミスがないよう十分に注意してください。正しく登録されていない科目は、 単位が認定されません登録の際は最後に入力内容を確認し登録するという手順を忘れないように注意してください。履修登録が間違いなく行われていることを確認するため登録後にログアウトし再度ログインして登録内容を確認するようにしてください。繰り返しになりますが受講制限により不許可になった場合は忘れずに履修登録を削除してください。 そのままにすると、F、不合格の成績となり、GPH に反映されます。令和2年度後期の履修登録期間は、10月2日金曜日から10月9日金曜日です。最終日はシステムが混み合いますので、受講が許可された科目は、その都度登録していくようにしてください。 1>, 1日に1回登録していくイメージで行うと良いでしょうまたこれも繰り返しになりますが冬学期開講のクォーター科目もこの期間内に登録してください履修登録の後学生ポータルシステムで履修登録内容を確認する期間が設定されていますこの期間中に履修登録内容を確認し誤りや登録漏れがあれば訂正することができます 履修登録の確認期間を過ぎると登録内容が確定し訂正することができませんので必ず確認を行ってくださいきちんと登録したつもりでも毎年間違いが多く見られます同じ名称の科目も多くありますので必ず曜日次元科目名担当教員名の4つを合わせて確認するようにしてください履修登録の確認訂正期間は 学生ポータルで確認してください次に科目ごとの履修についての注意事項を説明します課題教学科目の再履修について説明します平成26年度から28年度入学者で課題教学 A 課題教学 B を未習得の学生 平成29年度以降の入学者で課題教学科目を未習得の学生は令和2年度後期開校の課題教学科目を受講してください課題教学 A および B 両方を未習得の学生は1学期に2科目受講することも1学期に1科目受講することも可能です1学期に2科目受講する際1つは通常クラスを受講しもう1つは 特別クラスを受講する方法と異なる曜日で2つの通常クラスを受講する方法と2種類あります課題教学へまたは b のどちらか片方または課題教学科目を未習得の学生へ希望の曜日で通常クラスを受講することができますただし1つのクラスのみを受講する場合特別クラスのみを受講することはできません 課題教学科目の再履修方法については、すでに対象者の学生基本メール宛にお知らせしています。まだ回答していない人はメールを確認してください。次に、健康・スポーツ科学演習の再履修についてです。令和2年度後期に健康・スポーツ科学演習を再履修する場合は、 月曜5源にしか開講されていないので時間割を作成する際は注意してください次に英語科目の履修方法について説明します学術英語1学術英語 A リセプションプロダクション学術英語 B インテグレート学術英語 C の再履修をする場合は事前に Web 上で申し込みが必要です スライドの画像が事前申し込みを行うウェブサイトです九州大学ホームページの右上検索バーから英語授業抽選選択システムで検索すると検索結果の一番上にリンクが出てきますのでそこからアクセスしてください学術英語1「ライティング・スピーキング」「リーディング・リスニング」および学術英語 A「リセプション」 プロダクション及び学術英語 B インテグレートの再履修科目として学術英語 AB 再履修が開講されます注意事項として英語授業選択システムから事前申し込みをしてください学生ポータル上での履修登録は必要ありませんなお事前申し込み期間以降の申し込みはできませんので履修を希望する学生は注意してくださいこの科目は インターネット環境下での e ラーニング授業となります。教材費として1コースにつき1850円税別かかり申し込みから1週間以内に支払う必要があります。申し込み期間や支払い方法は事前申し込みページの指示に従ってください。コースの未確認、申し込みの遅れ、期限までの教材費の未納などすべて履修者の責任となりますので、 注意してください続いて科目の読み替えについて説明します平成26年度より全学教育カリキュラムから基幹教育カリキュラムへ改定され全学教育カリキュラムによる科目は現在開講されていませんこのため平成26年度以降入学者を 対象に開講される機関教育科目を習得することにより、平成25年度以前、入学者対象の全学教育科目へ読み替えられることとなります。科目の読み替えには、手続きが必要な科目があります。読み替え対象科目一覧を、伊都地区機関教育教務係または所属学部学生係で配布していますので、手続きが必要な科目を履修しようとしているか、 必ず確認してくださいまた読み替え申請を窓口で行った場合でもウェブ上での履修登録は必要ですのでご注意くださいこちらが平成25年度以前入学者用の読み替え対象科目一覧です例えば全学教育科目の人間性を履修する必要があるときは 現在開講されている基幹教育科目の中から条件に合う科目を選んで履修して読み替えることとなりますまたこの読み替えには手続きが必要と記載されていますので窓口での読み替え手続きが必要ということを示しています先ほどはカリキュラム変更による読み替え手続きについて説明しましたがこちらは「 平成29年度からのクォーター制移行等に伴い、科目名称が変更になったことによる読み替え手続きの説明です。カリキュラム変更による読み替え手続きが平成25年度以前入学者が対象であったことに対し、この読み替えの対象者は平成26から30年度入学者です。一部科目名称が変更となったため、前の科目名のものを履修する必要がある場合。 変更となった新科目を習得することにより必要な科目へ読み替えることが必要ですこちらも読み替え手続きが必要な科目がありますので平成26から30年度入学者対象の読み替え対象科目一覧を基幹教育教務係または所属学部学生係で確認してください こちらが平成26から30年度入学者対象の読み替え対象科目一覧です。例えば、旧科目の日本教育士または教育学入門を履修する必要があるときは、現在開講されている教育基礎学入門及び現代教育学入門の2つを履修して読み替える必要があります。また、この読み替えは手続きが必要と記載がありますので、 窓口での読み替えて続きが必要とといいうことを示していますなお2つの科目を合わせて1科目に読み替えるパターンの場合読み替え前の科目を1科目だけ習得したとしてもその科目は卒業要件単位数として参入することはできません必ず読み替え前の科目を2科目とも習得し必要な科目に読み替えてください 最後に相談窓口について紹介します基幹教育科目の履修授業に関して疑問や不明な点があればセンター1号館2階の基幹教育業務係の窓口で尋ね独りよがりな判断や不注意による不利益を招くことのないようにしてください窓口は原則として朝 8時時30分分から夕方17時15分まで開いていてまます。また糸地区センターゾーンには他にも学生の生活面や経済面を支援するさまざまな係があります。疑問や不明な点があれば各担当係の窓口で訪ねてください。なお各学部の専攻教育科目に関することは各学部の学生係が担当窓口となります。 センンターゾーゾ内には、各種の相談窓口があります。障害や疾患があり、授業、試験について合理的配慮を要する場合の相談窓口として、センター1号館1階にインクルージョン支援推進室があります。また、ビッグサンドの2階には、学生相談室や健康相談室があり、カウンセリングの専門スタッフや保健師、看護師が相談を受けています。また コーディネート室では適切な学内外の専門相談窓口へつなぐ調整的役割を担っています。このほかに先輩学生が質問に答えてくれる新入学生サポート制度や大学院生がレポートの書き方などの学習面を支援する学習サポートの制度があります。ぜひ各種の相談窓口を活用してください。大切なのは 一人で悩まないということです以上で履修に関する説明を終わります